3人とも待っていたぞ。中忍試験の準備は整っているか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。それではこれより中忍試験第一次試験を始めます。下忍の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば一次試験合格です。よし、やってやる。それでは第一次試験開始。あー、これなんだっけ。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。げっ、クソ親父の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞお前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その息だ。さて、次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ少し休憩できるんですね。休憩でも次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら俺に声をかけろ。はい。そろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。中忍試験第二次試験は旗取り。この葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格。集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。サラダ、ちゃんとやってるか？やってるよ。っていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい。足を。分かってるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。ミツキ、こっちはどうだ？まあまあかな。そっちは？バッチリ順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。
ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。そっちの調子はどうなのよ、ゴッド。そりゃ愚問だな。バッチリに決まってんじゃんか。はあ、ならいいけど最後まで油断すんじゃないわよ。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。いい感じ、いい感じ。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。ゴールデンフラッグ設置を解除。順調順調。この二次試験でも活躍してるね、君は。俺には目標があるからな。っていうか、お前はどうなんだよ。ちゃんとやってんだろうな。心配せずとも、君の迷惑にならない程度に頑張ってるよ。ゴールデンフラッグを設置したわ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。迅速にフラッグを手に入れてみなさい。そろそろ真面目にやんないとまずいかな。ボルト。なんだよ。はい、そこまで。試験終了。俺たちにかかれば楽勝だってばさ。やったな、お前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。おかげが観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね、ボルト。ああ。とりあえず二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自今日はゆっくりと休むように。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。わかってるよ。ただいま。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。誰？父ちゃん。
二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いに、わざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ。本当に、それだけのために。クソ親父。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってねお兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。Thank you.